ルイバン・リントは、ベルギーの画家である、戦後中象主義派。ルイバン・リントは、ヘンリー・オット・ベールとジャック・マースのもと、ブリュッセルの美術学校で1939年まで、画法を学ぶ。画法だけでなく彫刻、建築も同様に学んだ。最初の作品は、伝統的なフィギュラティブ画法の影響と、独特な色彩感覚を活かしたものとなっている。1940年。 ラルート・リブレを、ガストン・ベルトラン、アンネ・ボネラと設立した。彼の作品は、アニミズムの影響を受けたが、ザ・フレード・ボディは、自由な芸術への願望を表した作品で、必然的にアニミズムへの反感を示すものとなった。後に形状と色使いの卓越さを象徴した、抽象画へと転向していった。第二次世界大戦後ザ・ヤング・ベルジャン・ペインターズを、ガストン・ベルトラン、 アンネ・ボネラと共同設立した。10年間気化学抽象画を試み、その後フランス人画家、ジャン・ルネ・バゼーヌ、ジーン・ルネ・バザイネの影響を受け、情緒的な抽象画を始めた。その後コブラ、コブラグループ展覧会に参加した。1958年、ソロモン・アール・グッケン・ハイム財団は彼に栄誉を与え、1960年、 ロイヤル・アカデミー・オブ・ベルジャムの一員となる。1960年代エルジェに抽象画法を紹介し、1年間個人レッスンを施した。彼は長年現代画法を代表するベルギーの画家の一人として挙げられている。また彼の作品は世界各国の展覧会で展示、紹介され、現在はベルギー王立美術館、ニューヨーク・グッゲンハイム美術館、フィレンチェウフィチ美術館、 ニューヨークブルックリン美術館、ピッツバーグカーネギー美術館、ブラジルサンパウロ現代美術館が作品を所有している。ありがとうございます。